増えてない。え、なんか増えてない。あれかな、でかくなったから増えたように見えてるだけかな。なんか機能力が増えて、今日で15日目。2週間を超えて、15日目のアクアドラゴンたちである。でけえ、マジで。もうこれあれだよ。最初はルーペ使ってやっとフォルミー分かる程度だったら、もう使わなくてもフォルミーが分かるで見て。あのマロー、カリスが、たくさんいるみたい。すごくね、この量。あのマロカリスがたくさんいるみたいだよ。でもまだピョコピョコボルムもいるんだよね。生まれたての。すげえなぁ。まだ後から生まれてくるやつらがいるってことでしょ？これ時間差攻撃すごくない？あと下の方にもね、ほら、うじゃうじゃいるんですよ。下の方にも。下の方好きな子たちが多いんだよね、なんかね。下の方が塩分濃度高いんかな？で、下に潜ってる可能性もあるよね。いやー、でかくなったなー。これが15日目のアクアドラゴンたちね。もう見て、これもうバゲモンですよ。エイリアンでさ、かわいいな。目見た、今、目。ちょ、目見てみて。すごいかわいい目してんだよね、この子たち。目、あー、目が、お目目がね、二つついてるの、ポッて。アノマロカリスみたいで、すごいかわいいんだわ。大きい牙のね、アノマロカリスみたいな感じでね。いやー、すげえ。あ、でけえ、でけえ、でけえ、バゲモン来た、バゲモン来た。これはでかい。しかもこいつ背泳ぎしてなくない？普通に泳いでる気がする。なんでだ、背泳ぎしてないよこの子。これはもう明日明後日ぐらいには1センチ超えてくるやついるかな。今もうね、5ミリは超えてると思う。さっき見た一番でかい子で5ミリぐらいにはなってると思うんだよね。でもう一息で1センチいって、え、ま、あの子生まれたてだ、ほら。この子。生まれたて。かわいいね。ぴょん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 。この子はこうなるんだぜ。すごくね？この子も、まあ、ちょっと生まれたてか、まだあのクリオネフォルムだからね、エビフォルムになってないから。まだいる、よく食われないね。共食いとかしないんかな、この子だって。こいつこいつ。でけえ、マジかっこいいな。うわー、すごい。でも、これでもね、あの、アップで見てるからでかいんであってね、こう離れてみるとそんなでかくないんだよね。まだ6ミリ、5ミリもいってない、まあ、ギリ5ミリあるかな。ギリあるかもしれないけど、まだ1センチある子たちはいないから、マジ 1.5 になるんだぜ。1.5! マジどれで、どんだけでけんだよ、1.5 センチって。やばいなぁ。すげえ楽しみだわ。ということで、まあ、マジで何もすることない、どうしよう。ただ撮って終わりだけになっちゃうけど、まあみんなにね、生存報告ということで、これぐらいでか、まあ成長報告か。うん、成長はこれぐらい、まあ一日一日ですごい変わってくるから、昨日よりでかいもんね、もうね。さらに。また明日さらにでかくなるぞ。いやー楽しいね、このうじゃうじゃ感がいいね。このうじゃうじゃ感たまんなくない？この、うわー、かわいいなー。ぴょ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 って泳いで。すごいかわいくない？アクアドラゴンこんな可愛いと思うな。あの、骨エビと変わんないだろうと思ったの。でも全然違うわ。骨エビと。まあ、フォルミは似てるんだけど、こんなに生まれなかったしね。まず、骨エビ。骨エビこんなに。てか違う。骨エビ育てるつもりじゃなかったからだ。そうだ。カブトエビの卵に骨エビが混じってて、で、骨エビが生き残ったから骨エビを育てたんだよね。そうだそうだ、思い出した。そうだ、そういうことだ。骨エビの卵だけで買って入れたらこれぐらい増えんのかな。いやすげえなー、こんなに賑わってくれたら楽しいわ。上から見ても、あ、そうそう、前回ね餌入れてさ、上から見てもちょっと待って、また餌入れるか。もうグリーンのやつが餌なんだよね。なんかすごい草っていうか、そっち系の匂い、青汁っていうか、そういう系の匂いするんだけど、これがもしなくなったら、なんか砂糖の入ってないきな粉でもいいらしいんだよね。だ今度、きな粉あげてみようか。きな粉買ってきて、きな粉ちょっとあげてみたっていう動画撮ってみようかな。きな粉あげてみた動画。おー。すげえ。水面に浮いてるやつも食べるのかな？あれ。あれね。すごいなぁ。ここまで成長、これほんと、確かに楽しいわ。
ここまで成長どんどんしてくれるんだったら本当子供たち喜ぶだろうな。これ大人の俺でもこんな楽しいんだもん。これ子供たちもっと興奮すると思う。うおー、今日朝はもっとでかくなってるみたいな感じでね、このピョコピョコホルムからこうなるんだからね。いやこれぜひね、全国の子供たちに育ててほしいわ。命の大切さも伝わるよな。こうやって命で頑張って成長してるんだよっていうのがわかるもんね。ほらでけえ、かっこいいなこの子。あ、この子水面で作ってんじゃない。ほら、あ、これ貴重な映像かも。水面の餌を取って食ってんのかな。あ、これ、あ、食ってない食ってない、初めて食ってるとこ見入れたかも。水面の餌をうーって食ってんのかもね。あ、食ってるねみんなね、水面の餌。ほらこれ明らかに食べてるよね。すげえすげえ。よし、ということで15日目のね、いやーすげえわ、またでかくなったわ。アクアドラゴンたちでした。明日16日目、どうなっているのか楽しみですな。それではまた明日のアクアドラゴンたちでお会いしましょう。すげえ、これを食べるわけか。おお、でけえ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 、きた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 、餌だーって喜んでんだな。今日の餌が来たぞーということで、たくさん食ってでかくなるんだぞ。 1.5 センチということだから、2センチ3センチいってほしいね。無理かな、2センチ3センチ5センチぐらいいったら歴史残るかな。5センチ赤ドラゴンとか、おお、これでも十分でかいけどな。いや楽しいだな、マジ成長が。明日の朝マジ楽しみだわ。朝見るたびでかくなってるから。